あ、でもじゃあ今日なんですけど、今日はカマあるんだけど、これあの臭かったりするやつね、除草剤、除草とかするやつね。その時のカマを、これね、このカマを、なんだろう、これ普通にやったらしゃがんで切らなくちゃいけないんで、もっと長くしようと、もちょっと改造しようかなと思ってます。このカマね、これ大体200円ぐらいで売ってます。で、どうやって改造するかっていうと、どうやって改造するかっていうと、これね、この塩味缶 VP、まあ、逆さだけど16、これ1メーターね、1メーターあるから、これにつけていこうかなと思ってます。ちょっと作業にかかります。じゃまずこれを、ね、これちょっとここ歯の部分ちょっとここ外して分解していきたいと思います。はい、じゃあまず分解します。はい、これ抜けました。これこれね、釘もう一本抜きます。はい、抜けました。これ次に、これって刃物なんで手切らないように気をつけてください。これね、こういうふうに挟まってたから、挟まってたから、これでこういうふうに取ります。で、次こっからですね、この塩ビ缶、塩ビ缶に刺します。イメージ的にはこんな感じですね。こう刺して穴開けます。貫通した。これね、この一箇所これ穴開けたから、ここね、この一番上の穴、これに合わせてなんか刺しとくか、釘でも。こういうふうに刺しとけばね、あとこういうふうに穴開ければいいですね。こういうふうに穴開けていきます。はい、こんな感じで、一応真ん中まないっていうから真ん中も開けてみます。入れていきます。六角ボルト、はい、これね、ボルトとナットとワッシャー、これワッシャーっていうんでね、間に挟むやつ。猫触んなって、ほら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 、
れ止まっちゃうからペンチで。で、これ締めるときはここね、ここを押さえて両方でこういうふうにちゃんと締めないと緩んじゃうか。これで抜けない、これで完成。あとはこれだ、長いかな、本当はこうだったのに。これね、これがかなり伸びた、1メートル。草刈りしやすい。よし。こんな感じ。これで買ってきます。これで完成です。これ切ります。めっちゃ切れる。あ、いいこれ。こんな感じで切れます。